第5年には南関東大会優勝、昨日の 100m で第2年に優勝しました、こちら三島竹山さん。第6年には初年大会優勝、前回山形大会第7位優勝、愛媛松山東の川中さん。第7年には今大会 400m で第2位に優勝しました、京都最強の吉岡さん。第8年には北関東大会優勝、昨日に 100m では第4位に入賞しました埼玉の鈴木さんが出場いたします。それでは準決勝第3組に出場の選手を紹介いたします。第2年中村さん、八代東、熊本。第3年吉田さん、鳥取商業、鳥取。第4年大城さん、志学館、愛知。第5年、影山さん、一律船橋、千葉。第6年、川中さん、松山東、愛媛。第7年、吉岡さん、最強、京都。第8年、鈴木さん、埼玉栄、埼玉。第9年、児玉さん、秋田和洋女子、秋田。以上8名によりまして準決勝最後の第3組が行われます。女子 200m 競争準決勝第3組、第8レーンは埼玉栄の鈴木さん、第5レーンは市立船橋の影山さん、1着でフィニッシュは第4レーン千葉市立船橋の影山さん。追い風 1.2m の中でのレース、24秒22でした。なんかこのレースも青のギリギリで勝ったけど。